どうもこんにちは、まみよしです。 iPhone を買うとき iPhone SE にしようかとか、ちょっと古めの iPhone12 にしようか、最新の iPhone14 にしようかとか、そういった感じでね、結構迷うと思います。今回はですね、2023年最新版ということで、今おすすめの iPhone、 こんな人にはこの iPhone がおすすめだよっていうのを紹介していきたいと思います。今回最初にね、この iPhone はこんな人におすすめだよ、この iPhone は誰にもおすすめしないよとかを紹介して、その後にね、それぞれの iPhone のスペックの比較とか、ここだけは注意した方がいいよとか紹介していきますので、ぜひ動画最後まで見てみてください。ということでやっていきましょう。ということで、今買える iPhone 並べてみました。 iPhone SE 3、 iPhone 13 mini、 iPhone 13、 そして iPhone 13 Pro で、あと Pro Max もあります。スペックは変わりません。あと14と14 Pro、 14 Pro Max、 あと14 Plus っていうのもありますね。まあ Pro Max とか Plus に関しては大きさだけ違うので、今回はこれで比較していきます。まあ大体ね、Pro Max 検討してる人はこの13 Pro のやつとかを見てみてください。で、今回ね、 iPhone11 とか iPhone12 とかっていうのはこの中に入れてないんですけども、なんで入れてないかというと、まあおすすめしないからですね。まあ iPhone11 に関してはまずマスクつけながら Face ID っていうのに対応してなくて、毎回ね、外で iPhone を使うときにパスコードを入れるか、マスクをねいちいち外さないといけないので、それはちょっとめんどくさいということで11入れてません。で、12からね、そのマスクフェイス ID っていうのは使えます。じゃあ12とね13の値段の差見ていきましょう。両方ともね、容量は 128GB に合わせました。 iPhone12 が 99,800円に対して、 iPhone13 っていうのは 107,800円になっています。その金額の差が 8,800円。 64GB の場合に関してはマイナス 7,000円されますね。なんで 64GB で十分っていう方は1万5000円の差があります。まあ、ただね、 64GB だといろんなアプリとか入れてったり、2年3年とか使うと思うんですけども、そうなった場合ね、ちょっと足りない可能性が出てくるので、個人的にはね 128GB っていうのがおすすめになってます。なのでやっぱり価格差8000円っていう感じですね。で、この iPhone12 と iPhone13 どういうスペックの差が出てくるのかっていうのを見ていきます。 iPhone12 とね13の比較なんですけども、個人的にね一番変わったっていうポイントが一つだけあって、それはですね、こちらバッテリー持ちですね。バッテリー持ちっていうのは12と13全然違いましたね。僕も12シリーズから13シリーズに以前変えたんですけども、やっぱ13の方がね圧倒的にバッテリーが持ちます。ビデオ再生で2時間、ストリーミングって言ってネットからダウンロードしながら、まあ YouTube みたいなもんですね、 YouTube で動画をダウンロードしながら再生する場合は11時間と15時間ということで4時間も差があります。音楽聞く場合は10時間の差があると。これだけねバッテリー性能の差っていうのがあるので、やっぱりねこうモバイルバッテリーとかを追加で買わないとね12とかはきつくなってます。なので僕はね、この iPhone12 よりも8000円高いんですけども、絶対に13を選ぶべきだと思ってますっていう理由があって、今選ぶべき iPhone は SE3、 13 mini、 13、 13 Pro、 13 Pro Max、 14、 14 Plus、 14 Pro、 14 Pro Max といった感じになってます。じゃあまずはね、軽くどんな人にこれがおすすめだよっていうのをさらっと解説していきます。まず iPhone SE3 に関してはスマホにそんな興味がないよ、 LINE できて YouTube 見れて、まあ、ネットサーフィンが見れればいいよ、そしてあとタッチ ID ですね、このホームボタンで指紋認証したい方っていうのはこの SE3 がおすすめになってます。62,800円ということで、まあ13ミニよりも3万円安いし、14プロと比べるとね半額以下で買うことができます。ただデメリットとしてはバッテリーの持ちが結構悪めなので、モバイルバッテリーっていうのは必須になる方が多いかなと思います。まあ、ただそんな使わない人とかであれば SE3 でも OK ですね。続いて iPhone13mini、 こちらに関しては個人的に結構おすすめだと思います。 iPhone12mini の時はね、このサイズが小さくてバッテリーの持ちっていうのがかなり悪めだったんですけども、この13シリーズになったことによってこのチップが新しくなって省エネ性能が高くなりました。なので iPhone13mini でも割とね1日普通に使うぐらいだったらバッテリー持ちます。あとはね、片手操作っていうのもやりやすかったり、まあ、操作性っていうのはねかなり高くなってると思います。僕もねかなり13ミニ気に入って使ってました。まあ13ミニのデメリットとしては小さい分ね動画を見るときとかちょっと迫力に欠けるっていうのと、まああとブラウジングとかもね文字が小さいって思う方もいるかもしれません。まあただ今まで iPhone5 とかこういう SE シリーズとか、そういった小さいものを使ってた方であればそんな気にならないかなと思います。であとはあれですね、価格が安い、 92,800円で買えるので iPhone の中では安めになってるかと思います。続いて iPhone13、 iPhone13
13に関しては、13ミニよりも1万5000円高くなってますね。なのでコスパに関しては13ミニの方がいいと思います。で13に関しては、まあ、大画面が欲しい人、そしてバッテリーの持ちをさらに上げたい人っていうのは iPhone13 を選ぶべきですね。まあこの13ミニと13に関してはそのバッテリーの持ちとか画面サイズしか変わらないので、まあそこで選んでみてもいいと思います。まあ13選ぶんであれば個人的には13ミニの方がいいかなっていう感じはします。続いて iPhone13 Pro ですね。13 Pro に関してはもうバッテリー持ちすごいです。13よりも13 Pro の方が持ちます。まあ Pro シリーズのいいところとしてはカメラの画質がちょっと良くなって、さらにね望遠レンズっていうのがつきます。この13 Pro は3倍ズームレンズですね。なのでズームしてよく写真を撮るよとか動画を撮るよっていう方はこの Pro シリーズにしておくといいかと思います。であとは13 Pro に関しては画面のリフレッシュレートっていうのが普通の iPhone は 60Hz なんですけども、 iPhone13 Pro は 120Hz になってます。なのですごいね画面がヌルヌル動いてるように見えます。まあ慣れるとね、両方ともそんな大差なかったりするんですけども、最初はねめちゃめちゃ感動するので、あとあれだ、ゲームをやる方とか 120Hz 対応してるゲームをやる方とかはかなりねヌルヌルで FPS とかもかなり有利に立ち回ることができるので、そういったゲームをやる方とかに関してはこの13 Pro 選ぶといいんじゃないかなと思います。あとは動画撮ったり写真撮ったりっていう感じの人が13 Pro 選ぶべきかなと思います。続いて iPhone14 ですね。 iPhone14 に関してはね個人的にはねこれなしですね。iPhone13 無印から iPhone14 無印になって、何が変わったかというと、衝突検知機能がついて Bluetooth の通信方式が新しくなって、カメラのアクションモードって言って手ブレを削減するやつがついてみたいな感じなんですよね。本当にマイナーアップデートっていう感じになってます。それでいてね、10万7800円から11万9800円になってるので1万2000円上がってますね。1万2000円の価値は正直ないんじゃないかなと思ってます。僕もねこの14買ってみたんですけども、感動っていうのはほぼなかったですね。あとインカメにオートフォーカスがついたっていうのはあるんですけども、そこまで変わんなかったです。まあ、なのでこの iPhone14 悩むことはないかなと思います。 iPhone14 買おうとしたら13でいいと思います。でそして14を迷うんだったら14プラスですね。でかいサイズが欲しくて Pro Max まではいらないよっていう方はこの14プラス選んでみるのといいかなと思います。画面サイズ目当てで買うっていう感じです。続いて iPhone14 Pro ですね。14プロに関してはカメラが良くなりました。まああんまり使わないんですけども、この1倍レンズっていうのが今まで1200万画素だったんですけども、それが4800万画素になりました。なのでまあ4倍の画素数ですね。でそれでいて何が良くなったかというと、まあ4800万画素っていう綺麗な画像が撮れるっていうのもそうなんですけども、2倍ズームっていうのが画質劣化なしでできるようになりました。この iPhone13 Pro とかだと 0.5 倍1倍3倍っていうレンズがついてて、1倍と3倍のね中間のところを使おうとすると1倍レンズをこうデジタルでググッと拡大して画質が悪くなってたんですけども、この14 Pro に関しては1倍綺麗に撮れる、3倍綺麗に撮れる、さらにその中間の2倍をこの4800万画素の真ん中だけ切り出して2倍で画質劣化ほぼなしで撮影できるっていうメリットがあります。そこがね14 Pro 結構でかいポイントかなと思います。なのでやっぱりねこの Pro シリーズに関しては写真カメラをね多く使う人におすすめかなと思います。であと14 Pro の新機能としてはここですね、ダイナミックアイランドって言って、ここで音楽何流れてるのか見えたり、ここを長押しすることによって音楽を変えることができたりっていう機能がついてます。あとは常時点灯ディスプレイって言って、時計とかあとは通知を常に表示させておくことができます。まあ、それはね結構便利ですね。僕も常時点灯ディスプレイに関してはずっとオンにしてて、ちょっとねスマホを見るだけで通知が来てるのかっていうのも丸分かりになるので、連絡に気づきやすくなりました。まあ、なので連絡をねすぐに返さなきゃいけないとか、そういう仕事をしてる人とかにとっては結構いいのかなと思いました。まあそんぐらいですかね。でダイナミックアイランドに関しては正直あんまり使わないですね。あんまり使わないっていうか、そんなにメリットはないかな今のところ。まあ今後のアップデートとかでもうちょい便利になるかもしれないんですけども、まあ、わざわざねこのダイナミックアイランドのために iPhone14 Pro を買うっていうのは全然しなくていいのかなと思います。で気になるバッテリーの持ちなんですけども、常時点灯ディスプレイを使うと若干ね13 Pro よりも悪いですね。若干っていうか結構変わるかも。 1,2 時間ぐらい悪くなるイメージがあるので、まあバッテリーの持ちを優先するのであれば14 Pro で常時点灯を切るか、まあ13 Pro っていう感じになるかなと思います。
じゃあ詳細の方を見ていきましょうか。この上側にね、何の iPhone かっていうの出てるので、こことここのスペックに比べてみてください。まず画面サイズですね。iPhone SE3 っていうのは 4.7 インチ。で、ミニシリーズっていうのは 5.4 インチになってます。ただこれ注意点があって、この画面サイズっていうのは対角線で測ってます。なので iPhone SE3 は、ここからここ。で、13ミリに関してはここからここになってます。まあ、動画とかで見るとね、ここの部分っていうのはカットされちゃうので、この SE3 と 13mm、4.7 インチと 5.4 インチで 13mm の方が大きく数値上見えるんですけれども、まあ、動画を見る分にはほぼほぼ同じサイズになってます。なので動画をでっかく見たいっていう方は、まあ、iPhone 13、無印シリーズとか、あとは Pro Max とか Plus を選ぶのがいいかなと思います。で、あと衝突事故検出。さっき言ったやつなんですけど、例えば事故を起こしたりして緊急通報が自分でできない場合っていう時に、この iPhone 14シリーズから勝手にね SOS をしてくれる機能っていうのがつきました。まあ実際にね、僕事故を起こしたことないんでまだ使ったことないんですけども、まああったらあったでね、いつか役に立つ可能性もあるので、まああるに越したことはないですねっていう感じで、カメラに関してはまあ数字がでっかくなったり、プロがつくことによってどんどん画質は上がっていきますよと。ただね、正直 iPhone 13と14の画質の差、まあ見る人が見ればわかるけど、そんなに興味ない人が見たらわかんないかなっていうレベルなので、まあそんなに気にしなくてもいいかなっていう感じですね。あれだ、この望遠レンズを使うかどうか、ズームをした時の画質は明らかに変わります。ただ注意してほしいのが、この iPhone の望遠レンズって暗いところだと有効にならないです。なので明るいところで望遠レンズを使う、ズームをして撮影するっていう方でなければ、まあ、普通の目印でもいいかなっていう感じはあります。14 Pro のね2倍ズームに関しては結構暗いところでもしっかり、使えてる気がしますね。で、あとさっき言ったね、アクションモードに関しては GoPro みたいな感じで手ぶれがねほぼないような感じで動画撮影できるモードになってます。まあ、これは iPhone 14シリーズから使える機能ですね。まあ、ただあんまり使わないかな。まあ、あったらあったで便利かもしれない。これは 4K 撮れなくて最大 2.8K か 2.7K、 ちょっと画質は悪くなります。で、あと気になるのはみんなバッテリーの持ちだと思うんですけれども、 iPhone SE3 は最大15時間のビデオ再生短いで、 13mm は17時間プラス2時間、13大きいサイズになると19時間とで、13 Pro になると22時間になります。 iPhone SE3 とね13 Pro で7時間、もう約 50% ですね、時間の差があるので、やっぱりね SE3 はモバイルバッテリーが結構必須になってくるかなと思います。ていうか僕も実際 SE3 使ってた時はバッテリー持ち悪いなって思ってました。で、14 Plus で26時間、14 Pro で23時間とで、これ14 Pro Max が確か29時間だになってます。プロマックスはバッテリー持ち最強っていう感じですね。で、SE3 だけタッチ ID で、他は全部 Face ID です。で、今回紹介した13シリーズ、14シリーズっていうのは、マスクつけたままでも Face ID 使うことができます。で、5G 通信に関してなんですけども、これ全部ミリ波非対応になってます。なので、サブ6のみ。で、5G に関しては、まあ、最近では浸透してきてる感じはあるんですけども、まあそこまでね、使い心地に差はなかったりするので、そんなに気にしなくてもいいのかなと思います。まあ 4G でもね、普通に YouTube とか快適に見れるし、あと楽天モバイル使ってる方に関しては、楽天の 5G 結構ね、エリア狭いんで、これはあんま気にしなくていいかなっていう感じですね。ポポは結構 5G 入るかも。で、あとは、ここもね、結構大事なポイントになってます。iPhone SE3 は普通のガラス。で、他のやつはセラミックシールドっていう画面になってます。このセラミックシールドっていうのは画面が割れにくい素材を使ってるやつですね。なので、よくね、iPhone の画面割れちゃうよとか割っちゃうよっていう方は、iPhone 13より上のこのセラミックシールドを搭載してるものを選んだ方がいいかなと思います。ただ注意してほしいのが、これどんなスマートフォンのガラスよりも頑丈なセラミックシールドなんですけれども、傷は普通につきます。僕13フィルムつけないで使ってたんですけども、まあ普通に落としても割れませんでした。割れなかったけど傷は普通についたので、画面の保護ガラスフィルムっていうのは貼っておいた方がいいかなと思います。僕も今の iPhone 14 Pro は貼ってます。で、あとは側面の素材が違いますね。 iPhone SE3、 iPhone 無印、まあ、プロがついてないやつですねっていうのは側面がアルミニウムになってます。で、プロシリーズに関してはステンレスになってます。このアルミに関しては落としたらへこみます。ステンレススチールに関してはへこまないんですけども、傷はつきますっていう
感じでちょっと違いますね。まあみんなケースつけると思うので、この辺はあんまり気にしないでもいいかなっていう感じで、あと防水性能ですね。 iPhone SE3 は水深1メートルで30分で、13より上は水深6メートルで30分になってます。まあ生活耐水はあるので、まあ全部防水機能がついてると思ってもらっていいかなと思います。シャワーでちょっと濡れるとか、そういったぐらいはどれでも大丈夫ですね。僕は iPhone14 Pro シャワーとかかかったりしてるんですけども、全然壊れてないですね。意外とね、iPhone 防水機能しっかりしてます。続いて、あ、そう、ここめちゃめちゃ大事ですね。 iPhone12 シリーズからマグセーフっていうね、背面にマグネットがついてて充電できたりアクセサリーつけたりできる機能が搭載されたんですけども、これがねめちゃめちゃ便利なんですよね。モバイルバッテリーでワイヤレスで充電することができたり、あとはカードケースをペタッとくっつけたり、まあ、スタンドにペタッと貼り付けたりっていうのがこのマグセーフでできます。マグセーフアクセサリーに関してはもうめちゃめちゃいろんなやつが出てて、超便利なので、まあ、やっぱりねマグセーフ対応する iPhone 選びたいところではあるかなと思います。まあ、SE3 買う方に関してはそんなにスマホ興味ないとか安く済ませたいっていう方なので、まあ SE3 も全然ありかなと思います。で、容量に関しては SE3 だけ 64GB から 256GB、 他は 128GB スタートで、プロだけ 1TB いけるっていう感じですね。まあ大体の方は 128GB で十分かと思います。で、ちょっと足りなさそう、不安だなっていう方は 256GB、 まあ 512GB はなかなか使い切れないかなと思います。 4K でいっぱいビデオを撮ったりする方だったら必要かもしれない。 1TB も同じ感じですね。で、あとはディスプレイの綺麗さ、SE3 は 326ppi、 この ppi っていうのはピクセルパーインチで、どれくらい画面の密度が濃いかっていう感じですね。これが高いほど画質がいいです。13ミニが476、まあ、大体ね13以降は460ぐらいで、 SE3 は326なので若干違います。まあただそんなに違うことはないかな。大きく違うのはあれだ、 SE 以外は全部有機 EL ディスプレイで黒が発光しなくてかなり綺麗なんですけども、 SE3 はね普通の液晶なので、ちょっとねその辺で画質の差が出てきますね。あとはプロシリーズだけ 120Hz になってるので滑らかに動きます。あとは画面の明るさも違います。 SE3 は625nitと、 13 ミニは802と、これ標準と HDR あるんですけども、基本標準なのでこっち見て OK です。802とで、13 Pro、 プロシリーズになると1002とになります。14 Pro に関しては屋外だと2002トになるので、屋外でも綺麗に見たいっていう方は、まあ、14 Pro 選ぶのもいいかなと思います。で、あと気になる重さなんですけども、これは結構違いますね。僕今 iPhone 14 Pro 使ってるんですけども 206g ということで、結構ね重量感感じます。この 206g プラスさらにケースとかつけると思うんで、まあプラス 10%20g ぐらいは見ておいた方がいいのかなと思います。まあ、軽いケースでも 20g ぐらいで、基本 30g とかが多いかな。まあ、だから 15% ぐらい重くなると思ってもらっていいと思います。で、そして iPhone SE3 に関しては 144g ということで、プロと比べると 60g 差がありますね。で、 60g って聞くとね、そんなに変わんないだろうって思うかもしれないんですけども、結構ね体感差変わります。なんで重さ的にはね、この SE3 13mini が結構いいですね。まあ、13でもギリ耐えられるかなって感じ。このね、やっぱプロシリーズになると結構重さ感じます。あとプロマックスとかだと特にですね。まあ、この辺はお店に行って触ってみるといいと思います。で、あとチップ性能ですね。チップ性能に関しては最近正直体感差はないですね。 SE3 と iPhone 13シリーズが A15、 14 Pro が A16 っていう感じですね。この13と13 Pro だとね、この GPU のコア数が1個違います。まあ、そんなに大差はないです。この14シリーズの無印に関しては、この13 Pro の5 Core GPU の A15 チップが載ってるっていう感じ。これ全部見てもそんなにね体感差はないので、まあ、ゲームやる人でも、まあ、13選んでもいいし14選んでもいいしっていう感じです。このチップに関してはね、ほぼ同じものだと思ってもらっていいと思います。で、カメラはまあさっき言った通りで、手ブレ補正は SE だけちょっと弱いですよと。全部 4K 動画も撮れるし、インカメがちょっと違いますね。 SE3 は7メガピクセル700万画素に対して、13シリーズからは1200万画素になってます。まあ、なのでインカメで 4K 撮る場合っていうのは13以降っていう感じです。あとね、アニ文字とかミー文字、たまに YouTube でね、こう顔がコミックみたいな
なってる方いると思うんですけども、そういった方はねこのアニ文字ミー文字使ってます。これはフェイス ID 対応機種じゃないと使えないので、それは注意してください。まああんまり使う機会はないと思います。はい。であと通信方式、この辺に関してはまあ気にしないでいいかな。このね、2×2 とか 4×4 とかあるんですけども、まあ通信速度変わるっちゃ変わるんですけども、そんなに気にしないでいいかなと思います。特に SE3 買う方に関してはほぼ気にならないかと思います。で、あとは Wi-Fi には全部6対応するし、 Bluetooth、 あ、ここはちょっと説明しておきます。 iPhone 14シリーズから Bluetooth 5.0 が 5.3 になりました。で、これ 5.3 になることによって LE オーディオとかそういった規格に対応します。まあ、ただ今ソフトウェアでね使える状態ではないので、今のところは特に変わんないという感じですね。ただ今後この Bluetooth 5.3 の新機能が使いたいってなった場合、まあそれこそ音質の向上とか、あとなんだろうな、まあ省電力になるとか、そういったものが使いたい場合は iPhone 14シリーズを選ぶ必要があります。まあ、最新のね AirPods Pro 2とかも Bluetooth 5.3 に対応してたので、 AirPods Pro 2の性能をフルで発揮したいという場合は14シリーズ選んでみるといいと思います。まあ、僕はね全然どちらもいいかなっていう感じですね。で、あとは全部 Suica 使えます。で、あとは全部 Dual SIM に対応してます。コネクタは全部 Lightning とということで、いかがでしたでしょうか。まあ今回紹介した iPhone の中で一番のおすすめはやっぱ iPhone13 かな。 iPhone13 はねこっちにすればよかったなとか後悔することっていうのがねかなり少ないと思います。もうザ定番な iPhone になってますね。で、カメラにこだわる人とかに関しては、僕がね今使ってるこちらの iPhone14 とかかなりおすすめですね。13 Pro だとねこの1倍と3倍の間がデジタルズームになって 2.9 倍とかかなり画質荒くなっちゃうんですけども、これはね間の2倍のところで切り替わるので 2.9 倍にしたとしてもそこまでね画質が悪くならないです。2倍だと普通に綺麗だし。で、あと手ブレ補正とかもね13シリーズと比べてちょっとだけ強化されてたりするので、まあ正当進化してる iPhone14 Pro も結構おすすめになってます。まあ、ただね iPhone15 シリーズに関しては USB Type-C になったりするみたいな噂もあるので、まあ、今 iPhone11 とか iPhone12 とかそういったものを使ってる人は、まあ、急いで買えなくてもいいのかなと思います。でも11だったらあれか、マスクフェイス ID が使えないので、変えてみるのもありですね。まあ、自分の予算とあとは USB-C が欲しいかとか、その辺をね考えて今回買うか買わないか決めてみてください。ということで今回は iPhone の選び方解説してみました。次の動画でね iPad の選び方解説、 Mac の選び方解説とかもね動画出していくので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。以上、バイバイ。